ロシアがウクライナに侵攻した時ですね、クリミア半島に侵攻した時、アメリカは経済制裁課しましたけども、ドルとの決済停止とかはやってないんですよ。いくつかの会社を名指しにして、そいつらの送金を止めたってだけなんですね。それもやらないよりはいいんですけども、本当に会社単位で指定しただけなんです。私たちも両替ビジネスしてますから、ガスプロムが来たら両替お断りすることになってます。犯罪収益移転防止法によって決まってまして、その関係者と役員のリストを全部私たち持ってますからね。名前照合してその会社の役員とかだったりすると取引しません、お断りします。そして関東財務局に通報します。多分おそらく公安が出てくると思いますけどもね。私たちも金融両替業者ですから、取引しちゃいけない人リストってあるんですよ。一応紙に打ち出してるんですけども、こんな分厚いですよ。要するにブラックリストですね。何千人、いやもっと多いか、警視庁と外務省とあとは金融庁かなが出してるリストがあるんですけども、それをデータと紙で持ってます。ブラックリストの人たちの住所とか年齢とか経歴とかパスポート番号も全部あります。そういう人が来ると、あんたガスプロムの役員でしょと、お断りしますってなりますね。あと暴力団が来てもですね、暴力団との関係を遮断する規則がありますので、これもお断りしています。その辺の対処はですね、以前関東財務局が立ち入り調査に来たんですけども、あ、もう規定類完璧に整っていると言われましたね。だから街中の両替所で100ドル両替することも1000ルーブル両替することもできません。